今年の日本テレビ系24時間テレビの寄付金総額6月1日から9月30日集計、最終発表は2025年6月予定が27日。同局系24時間テレビ47もう一つの物語放送内で発表された。一般募金は10億601万5397円、マラソン児童養護施設募金は5億493万6310円、総額は15億1095万1707円となった。寄付金の最終確定は2025年6月下旬となるが、現状では第34回2011年の19億8641万4252円、第42回2019年の15億5015万8595円、第36回2013年の15億4522万6444円に次ぐ総額となる。